そんなこと言って自分なんか絶対音感なんて全く持ち合わせてないんですけれども、絶対音感ってなんだろうってちょっと思っちゃった。そんなことを気にしてたら、ね、それ誰が測ってるのか、そう、その絶対音感を持ってる人がラダスっていうのは何ヘルツのラなんだろうとか、そういう話になっちゃうかなと思って、うん、で、ね、でもし440とかを絶対音感としてるんだったら、はい、442とか444で合わされちゃったら気持ち悪いはずですよね、あ、うん、っていうのかな、はずまで言い切れないけど、うんうん、そういうことなのかなと思いましたけど、うん、気持ち、ごめんなさい、440でもう一回言ってください、うん、ごめんなさい、絶対音感を持ってる人が、はいはい、ラの音はこの音ですって決めてるとするじゃないですか、でそれが仮に440だとするじゃないですか、うん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 、でそれを違うピッチで444とか、うんうん、445とかで合わせちゃったら、うんうん、その人の絶対音感からずれちゃいますよね。そうですよね、うんうん、だからやっぱり440で出る人ってことなんですかね。 なんですかね。いや、だから絶対音感って何なんだろうっていう、本当ですね、うん、ISO 基準の絶対音感っていうことなんかもしれないですね。まあでもそれもまたもしかしたら洗脳入っちゃってるかもしれないですね。絶対音感っていうものに対しての、ね、音感を 440Hz にしているかもしれませんね、うん、で400、そうですよ、なんか決めないとね。そうですね。で 440Hz で絶対音感になった人が偉いんですよ、多分。ああ、絶対音感、音感で言うもんね。なんかそういう風になっちゃうかなって、うん、で子供に絶対音感を持たせたいとかさ、はい、そういうちょっと特殊な人もいますよね。あ、で私ね、そのね、絶対音感ちょっと調べたんですよ、はいはい、絶対音感が ISO で国際基準になったのが1953年でしたね。絶対音感じゃなくて 440Hz ですね。 440Hz が国際基準になったのは1953年、はいはいはい、これがねどういう年だったかってね、ちょっとウィキペディアで調べましたら、はい、これはね昭和28年なんですけども、はい、なんとですね6月にイギリスのエリザベス2世が戴冠しておりまして、はい、エリちゃんの時代がここから始まってるんですよ、はいはいはい、で、まあ、そのお祝いでこのね悪魔の周波数を国際基準にしたんじゃないかするとか思っちゃいますよね。なるほど、うん、ほんで他にもね、ちょっとどんなことがあったか言いますと、うん、NHK が日本初のテレビ本放送を開始とかね、うん、ソ連のスターリンが死去とかね、うん、これで株が大暴落したらしいですよ。で、吉田茂のバカ野郎解散とかね、うん、吉田茂が国会で社会党の人かなんかにバカ野郎って言ったと、それで、ね、衆議院解散になっちゃった。あとは大塚製薬がオロナイン H 軟膏を発売した年でもあって、うん、伊藤絹子がミスユニバース3位入賞とかね。でね、DNA は二重らせん構造であるということが決定したんですって。あとはレム睡眠、あの寝てる時に目が1時間半でしたっけ、違うかな、え1時間半寝るといいとか。あ、そうですね、90分ごとに、ね、ええ、なんかちょっとこう浅くなるんですよね、眠る、うん、その時に目がキョロキョロ動くと、はあ、それがラピッドアイムーブメントですよね、うん、それを発見されたと。あとはね、水俣病、熊本県の水俣病の始まりの頃、漁村で猫などの不審死が多発し始めたんです。まあ、映画で言いますとシェーンという有名な映画、うん、見たことないですけど、あとはローマの休日に、休日ですね、ね、はい、ピーターパン、そして日本では溝口賢治の雨月物語、うんうん、あとは、小津安二郎の東京物語、うん、あと君の名はっていう、あのお風呂屋さんがガラガラになったっていうね、はい、それ放送してる時というドラマが放送されたりというような年に、この悪魔の、うん、悪魔の周波数と言ってしまいますけど、440Hz が国際基準になったということです。で、はい、それで周波数については、はい、一番グレーなのが自分イギリスで、はい、あのアメリカと日本はもう完全に440だったり442だったりっていう、その悪魔の周波数と言われる側に寄ってるんですけど、はいはい、ヨーロッパのオーケストラとかっていうのは、うん、まあ、ウィーンフィルとかベルリンフィルは今でもカレアンじゃなくても結構高めのピッチで合わせてるっていう話なんですよ。ごめんなさい、どこはってウィーンフィルとかベルリンフィルとか、まあ、少し大陸系のヨーロッパですよね、はいはいはい、でエリザベス女王がいるイギリスとかっていうのはどうしてもなんかアメリカとかと同じ側に寄っちゃうんじゃないかと思って、はい、でそうするとイギリスのオーケストラとかは 440Hz なのかなってちょっと思ったりとかしつつ、ちょっとそこは分からなかったんですよ。分からないわけですよね、うん、まあ、国によってじゃあちょっと調整が違ったりするんですね。調整違いに、それってなんか湿度とか関係あるんですか。そういうことでもない。あ、でもそう、湿度とか温度とかで、うん、さっき の、ね、まあ、その中学の顧問の先生に戻っちゃいますけど、ね、うん、そういうことなんだろうな、関係するんだろうけど、ね、ただ一方でどう心地いいかとか大衆受けがいいかとかっていうのがあって、うん、あとあれですね、うん、
ウィンフィルドからウェルインフィルドって有名じゃないですか、はい、だから高飛車でいられると思うんですけど、群馬交響楽団の方から聞いた話で、はい、面白かったというかそうだよなと思ったのが、ソプラノ歌手とか、あれ、はい、歌の曲ってあるじゃないですか、はい、そう、歌手の方が高い周波数で合わせちゃうと喉が大変なんですって。うん、まあでもそう、ね、その高い音で合わせた方が心地いいっていうのは分かってて、うん、でもそうするとどうしても日本のオーケストラとかやっぱお招きする立場だから無理させないようにっていうふうになるのかもしれないけど、ウィンフィルとかウェルインフィルだったらこれに合わせなさいって言えるような力関係あるかもしれないですよね。なるほど、それはそうでしょうね。しかもだから、ウィンフィルとかだったらもう最高の演奏を私たちはやるんだと、そうですよね、ということでね、プライドもありますもんね、うん、そうですよね。あで、ね、歌手だってその時は頑張るぞって軍協の時はまあまあみたいな言っちゃいけないけど、軍協素晴らしいオーケストラです、本当にね、はい、私も群馬にね、はい、あの交響楽団があるなんて本当にね幸せですよね。それでも本当にそれは本当に思ってますよ。あ、そうですか。そう、200万人都市でプロのオーケストラ抱えられちゃうなんて、うん、群馬県の力なんかな、すごい、でどうやって変にお金があるのかななんて思ったりしますよ ね、 ね、どうやってるんだろうとかちょっと思っちゃう。そうですよね。プロのオーケストラやっぱ100人からの人、それでやっぱ雇用とかっていうそういうのをやっぱ考えちゃうと、あるのがありがたいなとかって思いますね。でしかもさ、別にさ、群馬の人ってさ、クラシック聴きに行きましょうとかそういう雰囲気じゃなくない？あ、でもそうなんですか。こういうこと言っちゃいけない。いや、そこはあれなんですけど、自分群響ファンみたいな感じでずっと追っかけてるじゃないですか、はい、あれ群馬音楽センターだったら今高崎の芸術劇場なんですけど、そこだとほぼ満員なんですよ。で、多分高崎の一部の方はすごい文化的だと思います、うん、でも前橋とかに来た時にすごいガラガラなんですよ、文京。そうなんですか。やっぱり高崎なんだ。そう、高崎な感じがする。あ、そうですか。で、そう、太田とか、太田にもいいホールがあって、太田でもう行ったんですけど、やっぱり人の出が、入りが少なくて、そうか、だってやっぱり、そういうのはある程度お金があって余裕があってっていう人じゃないと、やっぱりクラシック聴きに行こうかっていう気にはならないから。そうなんですかね。やっぱり高崎はやっぱり商業の街でね、で、そうですね、お金が違うんじゃないかな、その皆さんの持ち方が、高崎が文化意識高いんだろうなというのは。で、高崎なら、あれですよね、新幹線でさ、聞きに来ることもできますよね、よそからね。そうですね、みんな群馬の人っていうわけじゃないかもしれないですよね。そうですね、だ結構やっぱり有名な指揮者だったり有名な演奏家を呼べたりはしてるので、そうするとやっぱ東京からとか遠方からも、ね、来てるようですね、で、ね、チケットも取りやすいかもしれないですね。そうですね、そうだって、あの 年間会員っていうのいいですよね、あれ1万円ぐらいでしたっけ。まあ、それ席にも乗ったりもするけど、結構そう割安では買えるから。そうなんですよ。で、年間私確か1万円のやつを買って1年間ね、で買ってっていうか会員費1万円払って、定期演奏会何回ありますっけ。ね、10回ぐらい。10回、そうですよね。それのチケットが送られてくるんですよね。そうだから10回を1万円で聞けちゃうんですよね。多分ですけど今ね、もう少しね群響人気出てきて、そこまで安くはないかもしれない。れでも割安なのは間違いないんですけど、10年ぐらい前の話かもしれないです。でやっぱり言ってたのが、年配60代の元群響だった、群響のバイオリンだったって人が、あとスピーカーっていうかみんなの広報みたいなことやってるんですけど、今の群響だったら私は入れませんでしたとかって言うんですよね。レベルが上がってるんですね。そうなんですよ。へー、でも確かに1万円っていうのはね、ちょっとわからない、1万5000円だったかわかんない、2万円だったか、でもやっぱり常に相対的に、東京のオーケストラとかよりも安くは設定されてると思うので、でだってやっぱり日本全体 その演奏家の腕は絶対上がってるから、その、ね、古い方が今じゃ入れないっていうのは、やっぱりね、もう音楽大学だっていっぱいあるしさ、みんな子供の頃からピアノ習ってっていう、ね、時代の人だから。だから技術的にはみんなすごいけど、周波数はもう完全に440で縛られてとか、もうなんかもうパターン化されてるんでしょうね。なるほどね。そうか、技術上がってるのに。でもやっぱ CD のセールスとかっていうのは、どうしても1970年代の方が CD のセールス多い、やっぱいいみたいですもんね。その昔の方が。それはなんででしょうね。70年代っていうと、まあでもみんなが音楽を聴いてた。70年代のがっていうんじゃなくて、今時点での CD のセールスで70年代に録音した演奏の方が売れるっていう、売れてるっていうことです。カレンを中心に、まあ、その当時の指揮者、有名な、まあ、
当時の方が彼らに限らず有名な個性的な指揮者って多いんですよ、うんうんうんね、だからそういう意味で、うん、昔の方がやっぱ支持してるっていうのがあるみたいですね。でじゃああれですかね、440にされて、うん、その指揮者もその子供の頃から、440Hz で育った人たちに今なっているのでいまいちな感じになってるとか、全体的に個性が出ないっていうかさ、まあね、その440の世界でいい音楽作ればいいんでしょうけれども、結局それが心地いいとか体にいいとかっていうのとは別のもんだってことなのかなって。だって、あの440はちょっとやっぱり脳に来る感じですよね、うん、そうですね。あのなんか書いてあることが、だからあのほら悪魔の、あ、なんだっけ、あの、ジョン・レノンが、あ、そうですね、殺されたのは 440Hz のせいだみたいな本がありますよね。そうですね、うん、読んでないんですよ。その本なんですか、船瀬さんの、船瀬さんのですね。あ、ね、うん、あ、そうそう、ここもね、この M プランクの震源、はい、M プランクって誰だろうと思って調べて、マックス・プランクってドイツの物理学者で、はいはい、プランクの法則とか量子論の創始者の一人、量子、はい、量子論の父ということで、はいはいはい、あの私たち大好きなスピリチュアル系大好きなね、量子論、はい、全ては、ね、はい、あの波でできててみたいな、うん、あなたの意識が作ってるんだ世界をっていうことの始まりですよね、うん、そうですね、マックス・プランク。あ、でもこれとつながったのが、はい、以前のタイラーさんが出てるところで言ったのが、うん、タイラーさんが唯物論じゃなくて唯心論だって言ってたんですよね、うん、あ、うん、それとなんか、はい、なるほど、はい、そっか、心が全部作り出してるってことは、そう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 、心が全てってことですね、はい、あ、でそれが振動で、それはその心というのが何かって言ったら振動だってことになるのかななんて思ったり、うん、はあ、意識ってことですね、ここ、そう、そうですね、意識が振動であると、はい、あ、だから意識高い系とかっていうのは振動が高いみたいな、でやっぱ高波動低波動っていう中で、うん、意地悪してやろうなんてやっぱちょっとこう低い感じがしますよね、低い感じで、うん、感謝とか嬉しいとか楽しいとか、うんうんうん、でも今そう、おかげさまですごく今高波動でいられてると思いますよ。楽しいですよ ね、 楽しいですよね、この対談そう最高ですね、うんうん、ごめんなさい。で、船瀬さんのこの、これでスピーカー革命、医療マフィアが知って隠した心臓部、倍音共鳴自然音でなぜ病が癒え気が整ってしまうのか、船瀬俊介さん、これ光ランドの本ですね。そう、光ランドはやっぱりなんか、うん、ね、なんか柔軟そうですよね。そうですね、素晴らしいですね何でも OK って感じでね。いや、あれ、うん、なかったっけな、なんかね、波動で、はい、その水のね、水の形っていうのが、はい、今その、哲さんがこの本を出してきてくださってですね、はい、どうぞ。いや、水の形が440と432かな、うん、で比較すると水の形っていうのが波動が全然違ってくるんだよみたいなのが見ました。私昨日そのソルフェジオ周波数のこと調べてて、はい、ネットでね、あのそれ出てた、あの400、うん、あ、よかったよ、400いくつだっけ、400、でもね、そこで出てくる場合はソルフェジオじゃなくてね、432だと思う。そう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 、432だと悪魔の周波数の440で比較になると、うん、で、あのお花みたいなね、そうですね、菊の御紋みたいになるんですよね、はい、うん、あ、でそれが少し440だと濁っちゃう、濁っちゃうというか、ね、はっきりしない形になるんですよね。だからそれが水だって考えて、うん、そこからの想像になるんですけど、うん、人間は水で 70% の水でできているってなると、はいはい、いい音を入れることによっていい波動、なるほど、うん、体の水分がいい形で、いい形でこう揺れるっていうか、ね、揺れるっていうことなんだろうなっていうのを思うと、やっぱ528入れといた方がいいなっていう。そうですよね、128、うん、え、528、あ、528ね、そうですよね、だからそのですね、まあね、あれ、この528であーとかって言っちゃってるといいですよね、いいんじゃないかっていうことですよね、うんうん、これはなんかやっぱ覚え、ね、この音を覚えるっていうのはね、あー、お疲れ様ですって、これ変な感じになっちゃうんですけど、こんにちは、こんにちは、こんな感じでいや、でも群馬のゆうかです、あ、うん、でも自分なんかあれ、まあ、テレワークが多くて、うん、テレワークの中で、うん、会議っていうと、うん、資料と声だけっていうみたいな
音って結構多いんですよ。あ、もう顔は映らないで。そうですね。でもそういう時に、うん、声がいい周波数だと印象いいんかなって、ちょっとだけそんな色気が出てきましたよね。なるほど、はい、それは大きいですね。大きいですよね。ね、やっぱりこうね、うん、自分の話を聞いてもらうのにはね。そうですよね。これカットしていただいていいんですけど、はい、自分ゆみこさんの印象が、はい、良くも悪くもで鈍感力がすごくて、でかといって鈍感力なんだけど、なんか自分が気づいた思ったっていう時の行動力とかってすごいから、うん、はい、なんかそこを妥協しないじゃないですか。あ、これはもう放送させていただきます。カットしないで、なんか褒めてもらってるあ、そうですか。だから鈍感力っていうところが悪く言っちゃってるから。でもね、鈍感力っていうのはね、それはね、やっぱり空気なんか読んでたら言いたいことは言えないんですよ、はいはいはい、だからもうそこはどう思われてもいいと割り切って結構言ってます、はい、私は。あ、それそこの勢いはすごくて、うん、感じるとああ感じる側が、かね、そうだから、なんか人のこの空気感というか、うん、人が今こういうふうに思ってるよなっていう感じるっていうところは、うんうん、なんとなく弱い気がする。いやいや、多分ね、人並みにはね感じてるんですけど、それを配慮するとやっぱりね、ご配慮忖度になっちゃってさ。そうですね、やっぱり言いたいこと言えなくなっちゃうんですよね。でもあれなんですか、そう、忖度、超難しいですよね。難しい。だから愛と調和っていう、うん、その調和っていうところを難しい。そう、でも自分がすごい我慢して合わせたら、それは調和にならないから。そこで、だからその辺のテーマってね、本当に別でやりたいぐらいな感じして、うん、だからとにかく自分を一番わがままに、自分を楽にするっていうのが良くて、うん、はい、我慢するのがいい子だよっていう風に来ちゃってるじゃないですか、うんうん、だからその我慢っていうのを全部うん、取った上で調和ですよね。そう、やっぱり、うん、で別にそれで蹴って出ていく必要はなくって、うん、私はこう思うんだけどどうでしょうか、この点はどうでしょうかって、こうやっぱり言葉を尽くして、うん、その理解してもらおうとか、相手のことも理解しようとかいうことを力入れてやらないと、その自分の考えをバーって通したいって言っても、通したいっていうか言うとかね、うん、いうことはちょっとやっぱり やりづらい、ただのうるさい人になっちゃうから、うん、やっぱりその場で相手を、なんていうんですかね、やっぱりね、相手の心を動かすようなことをね、やっぱり言うように私はねしてるんですよね、うん、この間もね、ある施設でですね、何かに参加したいと、そこでやってる、うん、そしたら熱を測らせてくれって言うんですよ、はい、でなんかこう銃みたいなやつね、うん、で、いやだ、断り、お断りしますって。